漫画家芦原日奈子さんの急死に関して三谷幸喜がテレビでコメントしてるのが話題になってたな。三谷幸喜は原作者の意向や世界観を尊重することが大事と言いつつ、脚色という工程の難しさも同時に話していた。今回の問題は脚本家とかの関係者を責めればいいという問題でもないと思うんだよな。漫画を現実に置き換えることは難しいだろうし、漫画の読者とテレビの視聴者ってのも違うわけで、脚本家も面白く、もっと面白くって数字に追われてるんだろうって思う。漫画家も脚本家もつまらないものを書いてしまったら次はない、そんな世界なんだろうなって